準々決勝第3試合、神の子キッドがクレイシー越えに挑む。キッドはいつものように子供を連れて会場入り。楽しみにしてます。よし、やっちゃいます。まずはリングチェックへ。普段の試合同様、リングには一切上がらず、手で叩くなどして感触を確かめるのみ。そしてキッドの対戦相手であるホイラー・グレイシーも一族と共に会場入り。コンディションは万全のホイラー、まずはリングチェックへ。足で軽くリングの感触を確かめると、最後は全員で円陣を組み祈りを捧げる。そしていよいよ大会がスタート。オープニングイベントが終わると、キッドはすぐさま走った。そして会場の外へ。外に出ても走り続けるキッド、実はもうウォーミングアップは始まっていた。通常選手は試合前にミット打ちや寝技の練習などを行うのだが、キッドはスピードを最大限生かすため、ひたすらランニングすることを選んだ。対するホイラーは取材拒否。控え室前には終始緊張感が漂っていた。決戦まであとわずか。キッドの表情に気合がみなぎる。ホイラーも姿を現した。世界最強の称号をつかみ取るために、まずはグレイシー越えを果たさなければならない。舞台裏で黙々と打撃練習を繰り返す神の子。いざ格闘技人生最大の戦いへ。Heroes Middleweight Tournament. Hoyler Gracie versus Norifumi Kid Yamamoto. Okuna, 163cm, 65.7kg. Yamamoto Kid Norifumi. 世界最強へ向け、いよいよ神の子キッドを発進。Okuna, 167cm, 69.6kg. ホイラー・グレイシー。世界最強を目指すキッドに阻まんとする柔術マスターホイラー。さあ、いよいよ神の子キッド、この準々決勝第3試合、相手はグレイシー一族のホイラーです。谷川さん、いよいよですね。そうですね、もう本当に山本一族とグレイシー一族の対決ですよね。はい、この一族、もちろん姉美優、そして妹聖子、妻マリアさんも見ています。もちろん父イキエさんも見ている。こちらはグレイシー一族。さあ、神の子キッドかグレイシーか。いよいよ神の子キッド。神の子とね、本当にこの総合格闘技を作ってきたグレイシー一族の対決ですんで、とにかくキッドとしては殴り倒す、それだけです。早期決着を望むキッドに対して、グレイシーホイラーはじっくりとファイトしようじゃないかと語った。相手が犯す一つのミスを自分は逃さないと語りました。そうですね、ホイラーとしてはやっぱりもう本当百戦錬磨なんで、キッドのミスを誘って決めてくると思いますから、ね。キッドとするとこのホイラーに比べると身長ではおよそ10センチ、そして体重では4キロほど違います。体格差があるが、それはもう慣れっこ。小さい自分が大きな相手を倒すからこそ強さを証明できる、そう話しています。ホイラーも日本でやった選手の中で一番小さいんじゃないですかね。そうですね、自分より大きい選手ばかりと戦ってきましたから、これまで。7月のイバン・シャファー戦よりも体重を絞り込んできた山本キッド。今回は原点に帰ってレスリングをかなり鍛えてきた、そういったことを始め、まずは右です。さあ、船木さん、どういったキッド戦い方をしたらいいでしょう。そうですね、やっぱりレスリングと、あとはその打撃ですね、はい、関節技に付き合ってしまうと、やっぱりどうしてもグレイシー選手ビエー倒しに来る。さあ、倒してきた。こっからグレイシー一族、足で跳ね上げようというキッド。自分が下にならない、下になったら死に物狂いで逃げ抜いていた。絡みついてきた、フロントネックロック。まずはフロントネックロック、チョークスリーパーでいきます。さあ、これ気をつけないとダメですよね。
とにかく自分が上になって殴らなければいけない。上からパウンドか。パワーはね、はい、体は小さいですけどパワーはキッド選手もありますから、しかしこの体勢でもこのグレイシー、ホイラーグレイシーは寝技を繰り出します。なんといっても寝技最高を決めるアブダビコンバット、4度の優勝を含む3連覇という実績があります。三角狙ってきましたね。はい、ここはきっとどうしのぐか。船木さん、この体勢はどうでしょう。やはり脇を開けない方がいいですね。どうしてもその三角締めとか逆十字をここから狙ってますので、脇をあんまり開けすぎないようにしてコツコツとパウンドを出していってほしいですね。体が勝手に動くと思う、自分の体を信じている、とにかくリングの上でのひらめきを大事にするというキットです。準々決勝第3試合、いよいよキット発進です。世界最強なるかキットの準々決勝。殴りに行くと思うんですけど、この殴りに行く時のホイラーが手を取り抜くね、はい、この攻防になると思いますけど、必ず見せるこのキットの一瞬を好き、それを私は見逃さない、なんといっても経験があるとホイラーは話しました。さあスタンド、スタンドからです。キット狙っています。サウスポースタイル、左か右か、髪のこの右か左か狙っています。距離を縮めていく。対人トレーナーのと打撃も学んできて、右左左一瞬でついたホイラー、体ごと逃げてますからね。まだ致命傷を浴びてないと思いますけど、残り時間まもなく2分です。第1ラウンドの髪のこキット、パンチがまともに当たったら倒せそうです。そうですね、一発も当たればね、もうキット選手の一気に優位になるんですけど、まあ、早くパンパンと決めるんだと言っていたキット、相手を見て勝てそうな気がしてきたと昨日話していた。左の見ました。もう少し突き放していったホイラー、じゃあいいですね。早いですね。とにかくヒット&ウェイ、相手を見ています。打撃でイヴァン・シャバーを倒したその自信があります、このキット。しかしこの柔術のグレイシー一族の中でもボクシング、あるいはキックボクシングを早くから取り入れたのがこのホイラーです。ホイラーは本当に何のルールでも戦う、ね、エリオ・グレイシー一家の中では本当に珍しいタイプなんですよね。そうですね、どのリングでもあるし誰とでも戦うし、どのルールでも戦うっていう選手ですよ。93歳父エリオが始めたこのグレイシー一族のこの柔術です。4歳から柔術をやった。キットは父イクエイさんのもと5歳からレスリングの英才教育、言ってみればグレイシー一族か山本一家か、そういった対戦でもあります。俺も山本の名を背負ってるからねとキットは話した。ハイキック、ハイキックも見せてきます。1年前からフランスのサバットというそういった格闘技もやっているとホイラーは話していました。キット様子を見ている第1打組、右を伸ばしてきました。ショートアッパー、懐深いですかね。この辺はね、はい、ホイラーは守りに徹しますから、はい、当てるの難しいと思いますよ。残り1分を切ってきた。ヒット右を振り回していった、かわしていきます。7月の開幕戦では吉田のパンチをかいくぐったホイラー、そういった器用さを見せてきました。寝技だけではこのホイラーはありません。きっと世界最強へ向けてのこの準々決勝第3試合、第1ラウンドも30秒を切りました。前蹴り、なかなか入っていけないですね。そうですね、打撃もあって、あとはそのレスリングテクニックもありますので、タックル入ってもすぐに切られてしまいますから、自分が格闘技を始めた時のその貪欲な姿勢で今大会は臨むきっと話しています。様子を見ているきっと、あるいは踏み込めないのか。なんといっても相手はグレイシー一族のホイラーです。いきなりこのキットとしては正念場を迎えた。得意の寝技勝負に持ち込みたいホイラーはフロントチョークの体勢から引き込みにかかるが、キッドがそれを許さない。対するキッドはスタンディングでの打撃勝負、虎視眈々と一撃 KO を狙うがホイラーも必死に防御。第1ラウンドは五分五分の展開となった。その分の重心に嬉しいとキットは話していました。さあキットファイナルラウンドです。髪の毛をさらに短く刈り込んできた髪の子、まだこの拳に神は宿らないか。さあ相手はグレイシーのホイラー、ファイナルラウンドです。ここから動くか、狙っている狙っている、寝技に持ち込もうというホイラー、そうはさせないキット、この形でいいと思いますよ。はい、ファイナルラウンド一気にまずは前に出ようというキット。昨年の年末にはマサととも打ち合ったその打撃のキャリア、7月にはイヴァン・シャファー、プロボクス経験のあるイヴァン・シャファーに殴り勝っています。もうやっぱりホイラーは、ね、殴り合うとかそういう、はい、相手に合わせることはしないですから、キットが殴ってきたら引き込もうとするし、来なかったら行くしっていう、それがグレイシー術ですからね。ファイナルラウンド38秒、神の拳がついに火を吹いた。
膝蹴りを紙一重のところでかわし右服を叩き込んだキッド。あまりの破壊力にホイラーはパンチをもらった瞬間に失神、リングに大の字に倒れたまま全く動くことはなかった。キッド、試練の大一番で最高の結果を残し準決勝進出。まず一つ、まあ、一発でやろうと思ったんで。見事狙い通り。そうっすね。はいはいはい。そして意識を取り戻したホイラーがキッドの元へ駆け寄る。Good job, man. You did well, man. Number one. Thank you, man. Very good to fight with you. Hey, man, thank you. Thanks, man. Keep going. Okay, thank you. Fuck you, good, man. Good job, man. Thank you. グレイシーも認めた完全勝利で、グレイシー越えを果たしたキッド。